GM チャンネル、スタッフ。皆さん、こんにちは。ケンタロウです。新しい事業を始めました。それはなんと、ファッションデザイン、ピローナという事務所を建てました。なんと、今回その目的は、新しいガチャの衣装を私たちでデザインして実装させるためのものです。あ、デザイナーの人、大山氏が来ました。うん、私だ、大山だ。先生、デザインができました。もちろんだよ、君。できたよ。私見てないんですけど、本当に見てないんですけど、大丈夫ですか？よく剃ったらアシスタント君、君に見せてあげよう。じゃあコンセプトは？今回は3キャラだ。3キャラ？3キャラすべて冬服仕様だ。おお、いいですね。そう、3キャラの中でも2つコンセプトがあり、そのうち2人は冬服の私服だ。おお、そしてもう1人は単独ガチャ。おお、パジャマだ。おお、痛い。早速見るかい？はい。それじゃあ皆さんにも見せてあげようかな。はい。まず1人目、冬服シリーズから2人いきましょう。はい、まず1人目、ニットワンピのペリシー。先生、先生、うん、鬼ですかこれ。これは右、左手に持ってるのはカバですか、なんかの。いや違う、これは尻尾でしょ。尻尾でしょ。なんかこれは角じゃなくて耳、耳ね、獣なんで、耳ね、目もピンクなんで見たらよくわかるけど、デザイン通りなの、はい、これは。これなんでこんなに太ってるんですか。太ってる。じゃあニットワンピっていうのは、まあ、ちょっとダルーンってゆったり着るやつなんで、うん、だからこの下と首元はちゃんとリブで絞ってて、うん、上の首元のところはあのペリシン大好きな白いファーがついてる。わかるかな。左手持ってるのどう見ても芋の貝だ。いやいや違う、顔にしか見えない。貝だ、顔じゃない、これ尻尾でしょ。しかもこの体験が包丁みたいで生々しい。あの体験ディフェンダーで、これはまあ、あのジルスタートのニットワンで、下のブーツはザそういうコンセプトで考えてる。なるほど、ね、こういうあの相乗効果で一緒に盛り上げようっていう、これ1キャラ目、2キャラ目見るかい、はい、2キャラ目誰ですか。次はね、冬服、スポーティーなセリーヌ。あ、いいですね。セリーヌさんがちょっと運動をするとき、なるほど、なんかこれね、服がすごくおしゃれ。なるほど、うん、これね、ぜひ見てほしい。さっきみたいにそこそな鬼じゃない。あ、いきますよ、はい、はい、スポーティーなセリーヌ、こちら。これ、足がおかしい。はい、足がおかしい。何が、どうなってる。先生、この人関節が、あ、関節が2つあります。ここどうなってんの。セリーヌさんが、違う違う、これ走ってるところを表現してんの。多分動き早いからブレてんの。気持ち悪い。芸術気持ち悪い。出さないの。気持ち悪いです、これは。いや、ほら、ね、この上のウィンドパーカー可愛いじゃん。これ下地の中の部分がドットになってる。セリーヌさんってこんな寸胴でしたっけ。寸胴、くびれがないっすよ。どっからこれ足を使うなんて。これズボンね、タイツじゃなくて、なんかこの、あのウィンドパーカーの下にちょっとあの、うん、ズボン、あのズボンがかかってる感じね。わかるかい。また肩から手が生えてる。肩から手が生えてる。普通の人間こういう構造でしょ。でね、最後、うん、パジャマ見せましょう、はい、でパジャマということはもちろん分かってるよね皆さん、あの可愛いキャラが登場しますから、はい、私の娘ちゃん、はい、多分皆さんが想像もしていなかった新キャラの登場の仕方というか、なるほど、多分皆さんどぎも抜かれると思う、うん、いきますよ、はい、リリアとフェリア冬パジャマ、おリリアちゃんがお姉ちゃんと一緒に登場しました。これはお家でパジャマパーティーをしてる感じ。ちょっと待って、はい、なんでこんな病んでるんですか。病んでるってどこが、どこが病んでるよ、見えの。幽霊や。幽霊ってどういうこと。幽霊や、足ベロやし。どういうこと。手もぐりゃぐりゃやし。違う、目死んでるし。じゃこれは目は涙袋ね。変わった方が可愛いでしょ、女の子は。で、これ、ね、右のお姉ちゃんのフェリアちゃんはショートカットの方ね、うん、これはあの女の子座りしてる、あのこういう、わかんない、これこっちの足、あれっすよ、なんかもう取れそうっすよ。取れそうじゃない。これは
角度の問題、距離感の問題。何ですか、チューブから出た足ですか。はチューブから出た足そのカラスチューブみたいな。違うわ、よく見たら分かるでしょ、これ。どっちも同じ作りの色違いなんですけど、うん、これ、あれ、ゲラッケの可愛いモコモコのやつ。タオル生地のね。そう、タオル生地のモコモコの柔らかいやつね。うん、だからズボンになってるからズボンから出てんの、うん、でこれ2人ともリリアちゃん大好きなキャラクターついてるから、うんうん、これ超可愛い、ね、リリア右手おかしいっすね。右手おかしい、右おかしいし、コップも親指と人差し指で持ってるっていうえ普通だと思って普通だって思う。持ち方がおかしい。おかしいかい。ゼニの持ち方してるゼニの持ち方してるこれフェリアちゃんは、うん、楽しくてついつい「いやあ楽しいね」っつって手を振ってる感じ、うん、これ2人どうなるんかって分かんないでしょ。なるほどなるほど。これリリアちゃんが何かの攻撃をするときはリリアちゃんが出てきて、こう違う別の攻撃スキル使うときはフェリアちゃんと一瞬スイッチする、うん、っていうそういう珍しいスイッチ式の2キャラ。なるほど、珍しいでしょ。これねもうちょっとね、うん、なんというかこのパステルカラーみたいな、ね、なるほど、マジックしかなかったからうちの事務所そう、ね、うちの事務所はマジックやうちデザイン事務所ですよねもうちょっとパステルカラー、なるほど、これもうちょっとこの独特しい色じゃなくて可愛いね、わかるでしょ、囚人みたいなっていうね、私のこの冬の新キャラ、うん、3キャラですね、のコンセプトが、まあ、こういう感じでなってるんで、うん、わー電話だ、ちょっと電話出ますね、うん、ちょっと出てきます、もしもし、ファッションデザインペランダです、はいはい、ええ、はい、わかりました、ちょっと頼んでみます、はいはい、失礼します、先生、あ、大変です、なんだい、追加でもうワンキャラお願いしたいとのことです、今からかい、はい、じゃないとコンペ出さないよって、間に合わないよ、そんなもの、先生書かないとこれ出せないですよ、本気かい、出さなくてもいいけど見たいでしょ、じゃあ今から書けてもらえ、今から書けって、じゃあ、なんだ、じゃあどのキャラの書くんだい、オーダーは、フィオレさんです、フィオレさんの方かい、はい、君の好みじゃないよね、うん、違います、テーマは、はい、シャツです、シャツ、シャツです、おお、なるほど、じゃあ私が今から君の目の前で書いてあげる、はい、私の大好きなフィオレさんお願いします、君の好みじゃないよね、違います、じゃあまずシャツから書くから、はい、奇抜ですね、書き方が、え、そうかい、まあね、そうやってね、他の人と違うところをどんどん作っていくとプロになれるから、君を承知しなさい、はい、なんでそんな宇宙人みたいな足になるんですか、あなた足見たことあるんですか、足見た人バカにしてるのか、君、間違ったじゃないか私、ヒオレさんを置いてんですよ、宇宙人ですよ、ダメですよ、もうじゃあ、ヒオレさんのデザイン始めるからね、はい、テイク2ですね、ん、2枚目ですね、はい、じゃあまずね、エリから書くからね、2枚目ですね、これね、エリから書くからね、絶対1枚目使わずここの下がね、うん、止まってるところがポイントですね、うん、で、ここから、うん、あの宇宙人見てない足見てください、ヒョリさん、ちょっとね、足元ぽっちゃり、ヒョリさん、それ足してない、んちょっと待って、ちょっと待って、あれ撮って、あれ撮って、何が一枚目と、どう違うの、どう違うの、じゃあここが違うでしょここが止まってないと、裸丸見えになるでしょバカじゃないの君、長袖の袖描くからね、うん、よし、結構いい感じ、ここ鎖骨で、縦巻きでしょフィオレさんね、君知ってると思うけど、うん、目がね、黄色いの、うん、でね、ちょっとね、やっぱり大人なんで、うん、つぶらなんね、うん、なんかエッセンスがもう一つ欲しい、いやいや、いらない、もう、もういいもういい、これコンペ勝てるかい、いきます、これ、大丈夫、この4つで、うん、じゃもう一回おさらいするかい、そうですね、冬服シリーズ、はい、まず鬼のペリシーから、ニットワンピのペリシーはい、で、次がスポーティーなセリーヌね、これ双剣シューターふる足の妖怪セリーヌ、失礼、で次がこれチミ毛量の姉妹リリアとリリアの冬パジャマで今さっき急遽作った彼氏ワイシャツのフィオルね、こっちはタック、君はこれどれが一番実装されてほしいかい、個人的にはふる足の妖怪セリーヌですね、あ、これ
でもどのキャラかって言われたらセリーヌでしょ。そうね、うん、分かるでしょ。なんとなく特徴分かるでしょ。ペリシーもペリシーでしょ。分かるでしょ。ペリシーがじゃあ誰ですか。いないでしょ。俺の化け物。いやバカにしないのか。ほらそう考えると全員これだってビオレさんにしか見えないでしょ。こういう感じで、まあ、うちの事務所からはまあ、うん、あのデザインのコンペに出そうかなという。そうですね。はい。はい、なのでこれがまあ冬のね、スタオシャンアナウンスのキャラにまあ実装されるのはもうおそらく間近じゃないかと。はい、これでね、我々の事務所も大きくなりますね。うん、なるね。うん。そしたらまあ君のね、アシスタントから、ひょっとしたら正社員というのもちょっと考えてもらってなくてもないからね。本当ですか？うん、私の元でね、こういう英語勉強。あなたのことは嫌です。あ、それでは終わりにしましょう。皆さん、さよなら。味わおう、すべての床を。視聴者だけが生き残る配信者の恥、床ベロ戦団娘ビリア370年爆笑、もはや伝説。コスプレ撮影会ではキモすぎると女子はドン引き。スターオーシャンアラムネシス GM チャンネルにて実況動画配信中。